原優と申します。よろしくお願いします。ね、今回は大杉さんから、まあ、カラフルであって楽しいものがいいっていうお話で、まあそうですね、子どもたちが見ても楽しめるものっていうことで、まあ、選びました。結構私民芸的な作品が好きで、民芸館に行ったりしてみるのがで、結構なんか素朴 なんか絵ってあるじゃないですか。ああいう感じにしたいなって、陶芸って聞いて、でちょっとそれを意識して全体的には作ったんですけど、私もなんか手作りというか作家が作ったなんかものを買って使ってるんですけど、意外となんか使ってみると変なものの方がなんか使ってる時に楽しいっていうのもあるんですよ。ドーナツみたいなものかなと思って、今回はまあここでちょっと作ってそっちに展示するか、それともこの500円でこのセットをまあ購入してここで作って木にまあ、自分のマイキっていうかを作って持って帰るかっていうようなワークショップになってます。今回は、まあ、陶器を作ったってことが新しいことだったなと思うので、ぜひそこを見ていただきたいです。またねー。